はいどうもバッシデです。ということでね、2022年新年一発目のね動画の方をやっていこうと思います。今日はですね DTM 動画エイブルトンライブ11をね開いてやってますけれども、ここにね SM ゴッパチでね喋ってやってますけども、今日はですねまあアートリアのね年末に出た、プラグインを紹介しつつ、ちょっと DTM で遊んでいこうかなというふうに思ってます。2020年一発目ということでね、鳴らしの感じでやっていきますんで、ぜひぜひ最後までご覧ください。それでは本年もよろしくお願いいたします。行ってみましょう。チェケラー。そう、この曲ね、年末に作りました。2021年の This is my sampler という曲です。それでは聴いてください。行ってみましょう。 Check out Gotta find my way to you. Yeah, yeah. Even though you're next to me. Hey. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. この後ねプラグイン紹介していきます。このラッパーの後にヤバい人出てくるよ。うん、ジャメイカのめちゃかっこいいおっちゃん。みんな聞いてくれい。Hey. Yo. プラ。やばいでしょ。これね、実はね、今、レゲエっぽい人出てきたでしょ。実はですね、これね、この、今、白い画面、見えてると思うんだけども、これ、スプライスっていうね、音源をね、ゲットできる、サイト、もちろん有料にはなっちゃうんだけど、まあ、月々1000円ぐらいでね、ポイントもらえて、そのポイントの中で、いろいろとね、こういった音源、ね、ここに、ね、ジャズ&ヒップホップとか、いろいろあるけど、まあサンプル音源だよねをゲットできると。でここで、僕さっきのねランキンジョーさんの声をゲットしたので、それをねミックスしてみました。はい。で今ねこれここの横のところに、965クレジットってあるんだけど、まあプロの人ではない限りね、そんな毎月1000円払う必要はなくて、1回か2回、払うと結構クレジットもらえるんで、まあ趣味でやる程度だったらね十分に音源ゲットできますんで、まあちょこっとお金払えばね、いろいろとナイスな、音源がゲットできるんで、もしよかったらチェックしてみてください。というわけでね、もう一回行ってみましょうか。ランキンジョーさん、はい、チェック Yes やさあ、新年一発目、バシーデの動画。皆さん、調子はどう？そう、この間ね、昨日か、江ノ島神社行ってきましてね、初詣行ってきました。さあ、ここラップを入れてんだけどね、このラッパーの人ちょっと名前わかんないんだけど、いい感じにハマってくれてます。 さあこの後ランキンジョーさん出てくるんでね、皆さんファイヤー。 YO Yeah yeah Huhはい、はい、っていう感じでね、ちょっと最初ノリノリでやっちゃいましたけど、さあそれでは本題いきましょう。今日はですね、アートリアのプラグインをね紹介していこうと思います。でアートリアっていうのは、まあ、知らない人の方にも説明させてもらうと、まあこういったねオーディオインターフェースとか、あとはまあ鍵盤とかね楽器を出したりする、まあ、メーカーなんですけど、このねアートリアのこれオーディオフューズっていう、オーディオインターフェースなんですが、
これ非常にね良くて、まあ、値段もね結構するんだよね、5万円ぐらいしたかな。で今は3万円ぐらいで売ってるんだけど、これの後継機のオーディオフューズ2っていうのが出てて、それが7万円ぐらいして、まあエントリーモデルではないけどフラッグシップモデルではないっていった感じのミドル級のね、オーディオインターフェースなんですけど、これ非常に僕気に入っていて、今ちょっと壊れちゃってるんで今度修理出すんですけど、前面にね、こうマイクの差し込みがあったり、あとは裏面にもね USB が、3つね刺さるようになってたりして、非常に使い勝手がいいというかね、まあ、ベイビーフェイスプロを今使ってるんですけど、ベイビーフェイスプロももちろんいいんだけど、結構ね直感的というか初心者にもね、使いやすいオーディオインターフェースだなということで非常に僕はおすすめしてます。修理してねまた使おうと思ってます。はい。で結構持ち運びもねこういったケースもついてるんで、スタジオとかに持ってってね使うのもいいかなっていうふうにも思います。はい。なのでこれおすすめ。今2が出ててね、2はここの電源周りのジャックとかが強化されてるみたいな感じなんだけどね、ちょっと値段がどんどん上がっちゃってる気がする、今7万ちょっとだから、そんだけね人気があるオーディオインターフェースなのかなっていうふうにも思うんですけど、でこいつをゲットした時に、ついてきたね、無料でついてきた、ユニバーサルオーディオのアポロシリーズみたいな感じで、いくつかプラグインをもらえるんだけど、例えばね、このディレイテープとかね、このディレイテープっていうのを説明していこうと思うんですけど、結構この見た目もかっこいいなと思ってて、あとはこんだけねプラグインが入ってるんで、この中からまずはね、まあデフォルトの状態から、じゃあ例えば一番上の 1.4D1.8D ステロっていうのね、ちょっとやってみようか、どんな感じか。はい、かなりねこう強力ですよね、強力だなっていう風なイメージがあります。で、あとはピンポンディレイズとかね、やばいね。じゃちょっとバイパスと聞き比べると、やばいっす、ね、今これバイパスなんだけど、バイパス取ったのと聞き比べると、かなりいい感じだね。でまあいろいろつまみがあるんで、まあこの辺をねまあ好みでね、設定するっていうような感じですよね。でちょっと一回桶と合わせて聞くとどんな感じかっていうところなんだけど、これか。やばいっすね。で、あと適当にこのピンポンリバーブとかね。めちゃくちゃかっこいいっていう感じでね、まあ、かなり強力なプラグインが、このねオーディオフューズをね購入した時にゲットできたっていうのと、気に入ってる点としてはね、ちょっと僕の声にもねちょっとディレイかかっちゃってるんで、ちょっとディレイ切るか。はい。コンピューター負荷が、非常に少ないというふうに感じてます。ネイティブインストゥルメンツと、比べてもコンピューター負荷が少ないかなっていうのが、僕の気に入ってる点ですね、このアートリアのプラグイン。はい。でですね、今日はね、年末に、アートリアから出ていたテープメロファイっていうね、無料のプラグインを紹介 して、終わろうかなっていうふうに思ってるんですけど、これがねなかなか
面白くて、はい、今入れたこういったねインターフェースなんですね。でもう今ローファイクイバーっていうものかな、これがもうすでにあのデフォルトで設定されてるんで、ちょっと聞いてみようか。うん、でちょっとバイパスと、これがオリジナルだね。はい、今バイパスなんですけど、でこれもまたね、こんだけの種類、まあ、これ二十数種類ぐらいあるのかな、あるんで、この中から好きなものを選んで使うっていうね感じですよね。この1920とかってどうなんだろう、聞いてみよう。まあこれは大げさだよね。まあこれはまあつまみの微調整で、あ、俺の声にもねかかっちゃってるけど、じゃあこうはっはっは、ワンツワンツー、うん、どれがいいかな、このローファイ、はいはい、あ、このねローファイハイパスとかいいじゃない、これでやってみよう。僕のね声にもうすでに、このエフェクトがかかってると思うんで、もうお分かりいただけてるかなと思うんですけど、はい、これがバイパスね。でこれがオン、あいうえおあいうえおみたいなね。で音楽聴いてみましょうか。はい、でここのねこの今三角のボタンを押したら、まるでねこうターンテーブルを、ターンテーブルのあのオンオフボタンを押した時みたいな感じでこうね、もう一回再生でこれを切るとゆっくりね止まるっていうね、こういったね面白いプラグインだなっていうふうに思います。今ねセットのねものを使ったんだけれども、まあこういったプラグ、ここのドライブってあったりトーンってあったり、この辺のね、いろいろとワウとかね、フルッターとかね、こういったものをこういじくりながら調節していくっていうねものですよね。うん、でジャマイカンディスコ45とかっていうのもあったりして、はい、いろいろとね、ディレイかかってるんで、これやっぱジャマイカンディスコ45、あ、ディレイはかかってないか、なんかちょっと遅れてるような感じするけど、はい、どれがいいかな、ちょっとね聞きづらいのもあるね、かなり割れちゃってるような、劣化がね激しいようなものもあるけど、これ今ローファイハイパスってやつだね、ちょっと聞きづらいんでバイパスに戻します。はい、いろいろとこういったね、プラグインも入ってるし、自分で調節して、まあ、ローファイ感をね出せるっていったね、プラグインになってます。これ無料なのでね、非常に お得だと思います。無料でここまでできるね、プラグインっていうのはね、まあ、たまにはあるけどそんなにはないんでね、ぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか、ということで今日は紹介させていただきましたっていう感じでね、今年もね、DTM 動画から始まりましたけども、いろいろと、音楽やらね、動画やらやっていこうかなというふうに思ってますので、ぜひぜひご視聴ください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ピース。